ローラ B351 ローラ B0651 スウィフト 017N 全日本選手権フォーミュラ日本は1996年から2012年まで日本で開催されていた自動車レースで全日本スーパーフォーミュラ選手権の前身である。ジャフ略称は FN レース格式は国際。フォーミュラカーを使用した四輪レースで日本最高峰かつ独自のカテゴリーであった。 日本一早い男決定戦とも呼ばれ、レース専門誌やファンの間では、カイポンや FN などと略される。日本レースプロモーションを運営母体とし、日本自動車連盟公認のもと、全日本海参前選手権を引き継ぐ形で1996年にスタートした。当時、国際海参前がレギュレーション変更により、ワンメイク化されたのに対し、 国内レース関係者はこれを良しとせず、発足当初は従来の F3000 レギュレーションを継続。1999年により、新しい国際会3000の安全基準のみを取り入れ、車両規則は独自のレギュレーションを規定した。2012年をもって、フォーミュラ日本の名称での開催を終了し、翌2013年からは、スーパーフォーミュラと名称を変更して開催されている。 2000年からレース途中のタイヤ4輪交換を義務づけることで、レースのエンターテインメント性を高め、チームとドライバーにはレース戦略の構築が求められるようになった。2003年からローラのワンメイクになるにあたり、レース距離は変えずに再給油を導入したが、レース途中で再給油せずにレースを走り切ってしまう場合があったため、2004年からレース距離を それまでの 200km から伸ばし、さらに2005年からは、回一とほぼ同じ、300km とした。これにより無給油でレースを走りきれないようになった、はずだったが、実際には、無給油で走りきってしまうチームが続出した。また、ピット作業の人数を制限したこと、後にタイヤ四輪交換の義務をなくしたことで、前後いずれかのみ、 または左右いずれかのみの2本を交換することでピットインの時間を短くする戦略も生まれた。2007年にはレース距離を最短 230km から最長 300km まで幅を持たせたりピットインの義務付けをなくしたりとレースにバラエティを持たせる試みがなされた。また第3戦ではスペシャルステージ方式の予選が行われた。2008年は第5戦と 第6戦と第7戦で2レース制を採用した。2レース目のスターティンググリッドは、第1レースの上位8台が、リバースグリッド、9位以下は、第1レースの着順のままであった。また2レース制の導入により、ポイントシステムが変更された。予選システムに関しては、第1でも採用されている、ノックアウト方式の予選が採用された。2009年は参戦コスト抑制を目的に、 大会日程を3日間から2日間に短縮。前年採用した二レース制や、リバースグリッドは採用せず、レース距離も最長2 5 0トルに短縮された。なお、予選は前年同様のクアウト方式であるが、エントリー数の減少もあって、予選順位の配分が変更された。2004年にはマレーシアで初の海外戦を行ったが、現地のオーガナイズに問題が多く、 通常国際格式で行われるはずのレースがなぜか、純国際格式で行われたほか、レースの賞金の支払いをめぐるトラブルも発生した。2005年も、セパンでのレース開催を予定していたが、現地オーガナイザーとの交渉が決裂し、開催は中止された。2000年から2002年には、スカラシップとして、アジアのドライバーをシリーズに招き入れるなどの制度を実施していたが、 その試みは3回のみで中断した。トヨタ RV8J シリーズ発足に最終多くのファンに親しみを持ってもらうため、全員エントラントは従来のエントラント名や社名ではなく、野球やサッカーで一般的なチーム名を使用した。これはレース界で初の試みであった。FN09JRP は2007年8月26日に、 2009から 2011JRP 中期計画報告会を開催し、2009年以降の基本方針及び新規導入車両を発表した。これはシリーズのさらなる活性化を目指して新たな取り組みを開始するものであった。上記の2009年車誌及びエンジンのスペックからハード面での大幅なパフォーマンスアップが期待された。また、 エンジンに関しては2009年からのスーパー GT の GT500 クラスと基本設計は同じものを使用した。本来であれば FN09 の導入から3年が経過する2012年は新型シャシーの導入時期となり、それに合わせて新しい中期計画が発表されるのが通例であったが2011年のシーズン開幕前記者会見で JRP 社長の白井博は 新型写真導入について昨今の経済情勢を踏まえると難しいだろうと語り非公式ながら当面の間従来の FN レイ級をアップデートしながら継続使用する考えを示したその後2012年3月に FN レイ級は2013年まで使用し2014年から新写真に切り替えるスケジュールが明らかにされているなお将来的には新たに ハイブリッドシステム、システム E を導入する方針である。当初はエネルギー改正を行わないシステムとなる予定だったが、2011年9月に行われたテストでは、会議における運動エネルギー改正システム相当のシステムとなった。基本システムは共通とするもののバッテリーについては自由競争とすることで、バッテリーメーカー間の開発競争が起きることを期待している。 ただ当初は2012年からの導入を予定していたが、その後導入時期が2014年2015年と延期されている。それ以外に2012年からはシンガポールでのレースを行う方針で調整が進められていたが、運営会社が入札時に不正を行ったことが明るみに出たこともあり、工事は中断し、結局開催の話は白紙に戻ったという形になった。 2012年3月26日の開催概要発表会にて、フォーミュラ日本の名称はこの年限りとし、一般公募で選ばれた新名称を2013年より使用することが発表され、8月5日に新名称を全日本選手権スーパーフォーミュラシリーズに決定したことが発表された。シリーズランキング3位以内のドライバーは、会一参戦に必要なスーパーライセンスの 発給資格を得られることから過去には数多くの F1 ドライバーを排出した。しかし、後年は海外を拠点に移して、海一を目指す日本人ドライバーが増えたことや運営側がインディカーシリーズのような独立カテゴリーを目指したこともあって、海一にステップアップするドライバーはほとんど見られなくなった。メディアからはドライバーやバトルは高レベルと評されるものの、工業は 現在に至るまで苦戦が続いている。さらには、地上波でのテレビ中継が2005年に打ち切られ、2008年以降の世界的な景気低迷等から高木虎之介、元山明、松田次を、ブノは取れる家といったチャンピオン経験者までもがシートを失うこととなった。これに対し JRP では、前述の中期計画で、スーパー T GT GT500 クラスとのエンジン共通化を、 発表したり、2010年には1994年以来となるノンタイトル戦をスーパー GT との合同開催で実施するなど、ここ数年はスーパー GT との連携を強化する方向性を打ち出している。シリーズを支援する企業をシリーズパートナーと呼び、初年度には6社が名を連ねた。しかし、経済状況の悪化やシリーズの人気低迷から企業数は減少。 2010年以降は2社のみになった。2005年よりシリーズサポーターと呼ばれる企業が新たに支援に加わった。2011年に新たなシリーズのパートナーとして開設された。1997年のシリーズ後半にプレイステーションが冠スポンサーとなり、シリーズ名称が全日本選手権プレイステーションフォーミュラ日本となった。なお、シリーズが発足して以降、 冠スポンサーがついたのはこの時のみである。1995年に全日本海3000の前線、放映権を得た、富士テレビが、ホーミュラ日報に交互も引き続き前線放映権を持ち、2005年まで同系列で、決勝当日の深夜に録画中継を行っていた。しかし、富士テレビと JRP は、地上波での前線録画中継を2005年限りで打ち切ることで合意。 代わりにモータースポーツに関する総合情報番組としてモタスポを2006年4月から開始し、その中でフォーミュラ日本に関する情報を扱ったが2008年9月をもって番組は終了した。2009年は激走 GT で前線の模様がダイジェストで放送されたが、翌2010年3月をもって番組が終了したこともあり。 扱われたのは1シーズンのみであった。これ以降、地上波ではレースの模様や情報などはほとんど放送されなくなった。BSCS やケーブルテレビでは J スポーツによる決勝の生中継が行われ、2005年までは富士テレビの地上波テレビ中継用の実況音声が用いられていた他予選も中継されていた。その後の富士テレビの中継打ち切りに伴い、 2006年はサーキットの場内 FM 放送、ピット FM などの実況音声を用いる形に変更され、予選の中継も廃止された。2007年からは J スポーツによる実況と解説での放送となっている。2009年は参戦が同日録画中継であったが、2010年以降は全戦が生中継による放送となった。このか。 富士テレビ739では2004年から2008年3月まで専門情報番組フォーミュラ日本 TVBS 富士では2007年から F ナビが放送されていた2010年からは BS 富士でレースを1時間のダイジェストにしたフォーミュラ日本がレース開催の翌週に放送された2010年よりギャオが決勝レース映像を ノーカットで配信している。2011年には Ustream にて有料での生放送が開始されたが、わずかにレースのみで中止となった。様々なグループや歌手の楽曲がシリーズごとのイメージソングとしてテレビ中継で使用され、サーキットでミニライブが行われることもあった。2005年以降イメージソングは制定されていなかったが、2011年に再び採用された。 1996年、1998年、2003年、2004年、2005年、2011年。ありがとうございます。